9月12日午前9時42分モーニングショットをお届けしたいと思います。本日でございますが、ドル円の方は、自分の方針146円の3020押し目買いで146円ちょうどで、こちらはストップ146円の7585でリグーという形でございます。高値今日は今80までですが、あまり147円台突っかけがあるかどうかっていうのはあんまり自信がない。やはりロングから入ってもしっかりと7585ではリグいたいというようなイメージを強く持っております。ユーロドル 1.072515 の買いから 1.07 ちょうどでストップ 1.077585 でリグい、ユーロ円157.4535で買いから157.15でストップ158円のちょうど10リグい、ポンド円183.2010買いから182.90ストップ183.7585リグイ、タイドルは 1.253040 売り 1.2570 ストップ 1.248070 リグイ、オージー円94円ちょうど 93.90 で買いから 93.60 ストップ 94.4050 リグイ、タイドルは 0.6410 ちょうどで買い 0.6365 でストップ 0.64.5060 リグイ、ニュージー円 86.5040 買いから 86.20 ストップ 87.10 リグイ、タイドル 0.588575 買いから 0.5855 でストップ 0.59.4050 リグイのイメージを作っております。まあ、確かに、例えばドル円46円割れ、145円台は買いがかなり強い感じはいたします。したがいまして146円台の前半は、例えばオプションのガンマの買いもあると思いますので、やっぱり146円の3020はやっぱり買っていきたいと思いますが、まあ、そこまで下がらない場合にどうするかということですね。あんまり6号台とかその、まあ、70とかっていうのを買いたくなくて、今のところはちょっと様子見をしております。一旦、下がってくるのを待って、一応買ってみようかなという感じで早回しをしたいと、そういうふうに、イメージをしております。また本日何かございましたらお取引、お待ち申し上げております。よろしくどうぞお願いします。簡単でございますが、本日の、モーニングショットこの辺で終了です。